吸血鬼、ドラキュラ、吸血鬼ドラキュラ、吸血鬼ドラキュラ、現代、ドレアキアラ、アメリカ公開題名、ホラーオブドレアキアラは、1958年の、イギリスのハマーフィルムプロダクション制作の映画、ブラムストーカー原作の、吸血鬼、ドラキュラの映画化、ホラー映画史上屈指の傑作として名高い、戦後ホラーの黄金コンビとされるピーター・カッシングと、 クリストファー・リーの共演作で、監督は、デレンス・フィッシャー。初のカラーフィルムによる、ドラキュラ映画でもある。1885年、ジョナサン・ハーカーは、吸血鬼である、ドラキュラ伯爵を退治すべく、師匠として、トランシルバニアのドラキュラ城を訪れる。女性に助けて、ここから出してと頼まれる。しかし、女性はすでに吸血鬼の毒がにかかっていて、首を噛まれてしまう。 やがて意識を回復した、彼は、地下の墓所に入り、そこで石棺に横たわる女と伯爵の姿を発見する。ジョナさんは先端を鋭く尖らせた鉄棒を取り出し、女の心臓部に力を込めて打ち込むと、たちまち老婆になる。こうすることによってのみ、ドラキュラの魔力から女性を解放し、永遠の安息を死体にいさせることができる。暗闇の中で襲いかかった伯爵のために、 彼も命を絶たれる。ジョナさんの死体と日記を発見した親友の医師バン、ヘルシング博士であったが、すでにドラキュラは城を立った後だった。ドラキュラは、ハーカーの婚約者ルーシーを狙っていた。ルーシーの元を訪れたヘルシングだが、病床にある彼女もすでに、ドラキュラの毒画に侵されつつあった。ヘルシングは、ルーシーの兄、アーサー・ホルムウッドと妻のミナに、 ルーシーを守るべく、窓を閉め、ニンニクを飾るように助言するが、ルーシーに懇願されため使いによって片付けられ、虚しく絶命してしまう。しかも、埋葬されたルーシーは、吸血鬼と化して復活し、幼い子供を狙う。ヘルシングはいぶかしがるアーサーに、吸血鬼の脅威を説明、ルーシーの胸に悔いを打ち込むことによりその魂を解放した。アーサーも納得し、 ヘルシングと共にドラキュラとの戦いに挑む決意をするが、ドラキュラは次にミナを狙う。城に連れ去られた彼女を生きているうちに救うため子を追ったヘルシングとアーサはドラキュラを朝の神聖な陽光に晒し、食材で作った十字架をかざして追い詰めた。数百年の間、生き地を吸い続けてきた吸血鬼は太陽の光のもとにみるみる一回の灰と化した。ミナは 死の寸前に救われた。本作は、イギリスのハマーフィルムプロダクションが1957年に制作、公開したフランケンシュタインの逆襲の大ヒットを受け、その翌年1958年に制作した古典派ホラー第2弾である。フランケンシュタインと並ぶ、ユニバーサル映画の名作ホラー、マジンドラキュラ、1931年のリメイク的、位置づけの作品で、 同作以来のブラム・ストーカーによる小説、吸血鬼、ドラキュラ映画化作品。主要、スタッフキャストは、前作、フランケンシュタインの逆襲と、ほぼ同様の人材が起用され、ピーター・カッシングが吸血鬼ハンターのバンヘルシング役で、主演、ドラキュラ伯爵は、クリストファー・リーが演じた。監督も同じく、テレンス・フィッシャー。工業収入では前作を上回る。 世界的ヒットとなり、ハマーフィルムをクラシックホラー映画の名門に押し上げ、フィッシャーをホラーの名称とした。また、カッシングとリーは共に世界的知名度を持つ怪奇映画の大スターとなり、以降も多くの作品で共演、通算22本、この分野の黄金コンビと称されるようになった。ドラキュラ役のリーが主演と記述されることも多いが、前作同様に主演はカッシングである。 フランケンシュタインの逆襲では破滅へ向かう狂気の科学者を演じたカッシングは本作では一転して吸血鬼の恐怖と戦う正義の博士を演じ当たり役としたまた前作ではグロデスクなメイクで言葉を喋らない怪物役であったリーが本作では風格と迫力あふれる伯爵を演じ絶賛されたリーはその後も多く作品でドラキュラを演じ魔人 ドラキュラのベラルゴシと並び立つ戦後を代表するドラキュラ俳優となっていく。演出面でもゴシックホラーのクラシカルな雰囲気にスピード感あふれる展開を融合させた吸血鬼映画の代表作として、またホラー映画史上屈指の傑作として現在でも高い評価を受けている。本作の好評に伴い、ハマはその後1974年まで本作を含めて 合計9本のドラキュラシリーズ作品を制作した。後日。カッコ内は日本語吹き替え。初回放送1969年、昭和44年8月10日ネット、現テレビ朝日、DVD に日本語吹き替えは収録されていない。原作とはいくつかの大きな相違がある。原作はイギリスが主要舞台であるが、本作では、ドラキュラ城があるトランシルバニアから地続きで、 同地からさほど遠くないとおぼしき周辺地で主にストリーが展開する。具体的な地域の特定は難しく、イギリスと語気している資料も多い。原作で実質上の主人公であるハーカーはドラキュラの正体を知らずに弁理士として招かれドラキュラ城を訪れるが、本作では最初からドラキュラ大事を目的としてドラキュラ城を訪ねる。しかしハーカーは 吸血鬼の犠牲となって、早々と没し,し、ヘルシングが主役として、アーサーと共にドラキュラと戦う。そのヘルシングも、原作の重厚な老教授とは違い、シャーロック・ホームズを思わせる創身、俊敏でエールな博士として描かれている。原作で、ヘルシングはプロフェッサーで、一般にも、ヘルシング教授と呼称されることが多いキャラクターだが、本作ではドクターである。原作で、 ヘルシングと共にドラキュラに立ち向かう二人の仲間、ジャック・セワード、キンシー、モリスのうち、モリスは登場せず、セワードはルーシーの主治医としてわずかに登場するが、ドラキュラと戦うことはない。原作でセワードが行っていた畜運機による日記はヘルシングが受け継いでいる。また本作ではアーサーの妹がルーシー、妻がミナとなっているが、原作ではルーシーは、 アーサーの婚約者、ミナは、ジョナサン・ハーカーの婚約者でありごの妻である。この変更は、ハーカーの死亡で役の重要性が変化したことによると思われる。日本で初公開された際、オリジナルにはないカットが含まれている別編集版が上映されていた。現在確認されているものでは、ラストのドラキュラが滅びるシーンで、ドラキュラの体が灰になっていくカットが長くなっていたり、 D の顔に特殊メイクを施したカットが挿入されている。オリナルは灰になったダミーヘッドのみ。また、ドラキュラがミナの寝室で彼女の血を吸うシーンでも日本版のみのカットがある。特殊メイクのカットは特殊効果のシドニーパーソンが本編撮影終了後に別撮りしたものである。テレンス・フィッシャーは別バージョンの存在について撮った覚えがないようと発言してり、 本人の記憶違いか、撮影自体に参加していなかったかのどちらかと思われる。日本版のフィルムは、全9巻のうち、後半の6から9巻が現存しており、東京国立近代美術館、フィルムセンターが所有している。イギリスでは2013年のブルーレイ DVD、コンボセットに、オリジナルに日本版のカットを再編集したバージョンと、現存する。 日本版を収録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。